どっちがメスでどっちがオスか分かりますか？はい、右側がオス、左側がメスです。はい、オスのこの鳴くための筋肉、発音筋が発達してるのがよく分かりますね。どっちも羽を動かすための筋肉はムキムキですね。肉詰まってますね。やっぱりアブラゼミの方がね、こうニーニーゼミよりもムキムキな感じですね。持った感じも全然違うもんね。全力で逃げようとしてきますからね。はい、そんな感じです。